僕らの街で起こる様々な事件、その裏には黒い影がうごめく。しかしそんな事件の犯人を暴く正義の泥棒がいた。その名は怪盗ルソー。ルパン二十面相に負けない変装の名人だけど、その正体は小学生の男の子。得意の変装と持ち前の運動神経で今日も事件を暴く。任天堂 DS 用ソフト怪盗ルソー、新感覚コミックアドベンチャー。 DS の2画面を漫画のコマに見立ててスクロールしながらテンポよくお話が展開していくコミックみたいなゲームなんだ。怪盗ルソーは変装の名人。タッチスクリーンに顔の絵を描くことで誰にだって変装できちゃう。うまく変装できたかな。下手だとバレちゃうから上手に描いてね。ゲームは変装だけじゃない。怪しいところをつついたり、セキュリティを破ったり、いろんな仕掛けが盛りだくさん。どんどん謎を解いちゃおう。僕らの街に巻き起こるさまざまな事件、そして個性豊かなキャラクターたち。憧れのセーヌちゃんも仲間となりサポートをしてくれるんだ。おまけ要素も充実。変装だけを楽しみたい人に最適な変装アルバム。ひたすら変装を繰り返す変装トライアルでは、あのキャラクターもゲストで登場するよ。タッチスクリーンに絵を描いて変装、君が描いた顔がそのままゲームの中で活躍する新感覚変装アドベンチャー。任天堂 DS 用ソフト怪盗ルソー。